つ無理やろ。宮崎の青島神社に行こうと思ってて、通りすがりで二宮金次郎さんがここにいます。最近その二宮金次郎さんの歌を作ってるので、すごいリアルでびっくり。何かあったんかな、何かお告げがあったんかも。私に明石焼き屋、明石焼きはどこやったっけ。明石か、兵庫県か。まあ結構私は小さい時から明石焼きは食べてました。あ、やっぱりここの宮崎の気温は高いですね。南国感がすごいです。ヤシの実がいっぱいあって、ヤシの木か、ほらほらほら、ヤシの木がいっぱいあります。結構荒いかもね。すごい、今日はお団子にしました。今から行く青島神社は10年前に実は来ていまして、今日10年越しにまたお邪魔しているわけです。亀がおる。あ、亀ではないか。うわ、危ねえや。すごい。石に石がついてる。青島神社。約10年ぶりです。行ってきます。よいしょ。かわいいな。なんやろうね。これあれかな。500円。自身と共鳴した運玉を一つ取る。運玉に息を吹きかけ、三玉先はえ玉へと唱え、運玉を投げ入れる。運玉をそれぞれの魂へと転がり込む。運玉があなたの魂の人で示す。運玉は白い袋に入れても使える。お、やってみたら。やりたい。おお。この運玉を、なんて読むの？どこ読んだ今？自分で考えるやん。もう日本だか。あ、これ？関係ないよそれは。なんとか玉やしみたいな、なんか唱えなあかんのじゃない？唱えんでいいの？分からんけど。どれ行こうかな。どれの玉にするの？うん、これか。この運玉を投げる。もう自分で見てやれや。分からん。じゃ自分で。それじゃあやってみたいと思います。とりあえず天照大神様に投げたいと思います。あそこに投げたら、まあ、道しるべとしてどんなことでも受け入れるということ。ちょっと待って、息を吹きかけんねんで。あ、そうやな。それでは行きます。玉へ。たまたまの玉に来ました。形成された魂と魂が結びついていく。いいな、これは。これはいいんですかね。ここに入れて持って帰るってことですね。よし、
これをじゃあ肩身離さず持っときたいと思います。イエイ。え、何？円？なんて書いてる？円。円。円。いいのこれで。それ全然違うかな。円。おお、素敵やん。シルバー H。ねこれ面白い。ねこれ。あ、これ。まあとりあえず見てみますね。うん、これはやね。お、金ですね。北も金ですか？金じゃない。あ、金金です。すいません。そう、金です。お見事です。ほら、商売、開運、まさかの金運が。そうか。商売頑張っていかなあかんなということで、大阪人ならではの商売運気上がるように今年も頑張っておいたいなと思います。それではありがとうございました。まさかの皆様、証券高台子様が、うん、ここに書いてるの見えますか？すごい。ありがとうございます。これ50円玉今入れて、え、なんか出てくるの？どういうこと？今カメラも回すだけ。あ、回すだけか。どっちやろ、どっちでもいいの。こう引き抜かない。50番。神社やろ。待って。大吉。病気回復する。自ら、金を自ら開く。やった、またまた大吉です。宮崎に来ておみくじ全部大吉です。この前上吉だ。あ、上吉だった。全部じゃないか。でもこの間のやつも、この間って昨日かのやつも大吉でした。昨日じゃ一昨日か。それはそれ上吉じゃん。違う大吉、あの水のやつ、水のやつ。イエーイ、嬉しいな、青島神社様。イエーイ、ありがとうございます。青島神社様。イエーイ、青島神社様。イエーイ。青島神社様。イエーイ。海が映らんわ。すごいね。お邪魔します。うわ、すごい。いろいろ書かれてる。祈りの道。うわ、ビロージュっていうんやん。ビロビロやからかな。湯トンネル、これ倒れてきたけど、それをトンネルにしちゃおうぜっていう説ですね。これ貝殻が隆起して、なんか綺麗、なんか火が差してるからまためっちゃ綺麗。いろんな貝殻が。このヤシの木の皆さん見て、根っここんな感じになってるね。みんなヤシの木の下見たことありますか？根っこになってるんだよ。水かな思った。この木、このヤシの木のここなんか、アイが靴下履いてむくんでる時の跡やん。これを投げて、うん、で、あそこの
穴に入れるのかな。もう一回やってみる。200円。これあの中に入れれたら、うん、診断正常なんじゃ叶うと。あ、なるほど。で割れたら薬用系みたいな。なんかもう割れてるけどな。綺麗な祈りを。はい。うん、さっき開けた。あの中に入れるイメージで。普通にこう手裏剣みたいに投げていた。どういうこと？さっきか。やばかったな今。次は山村選手。いや体勢よ、体勢よ、しんどいしんどい、体勢頑張れ。え、うまっ、めっちゃうまいやん。よかったですね。開運、じゃあ何だっけ、かなうってこと。あ、やる。お写真？一応撮る動画。さっき飛んだのに。結構近いところまで来ねえな。なあ。もう一回見たい。今ね、魚がね、こう飛んだんですよ。あ、みんな見せたかったな。すごかった。うん。おいしい。やっぱり宮崎鶏ったら宮崎鶏でしょ。こういうの大好き。で、色がちょっと色なんかたこ焼きの匂いするわ。今コスモス畑に来てます。イエーイ。何やら白い葉っぱにバッタがいるそうです。トト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 。かわいいね。足長。なんか臭いぞ。ベンジって珍しいですね。きれいきれい。お花はやっぱりいいですね。あとお店もいっぱいやってる。あ、山きれいな。だから言ってたやん。そうやんな。それはやってあかんと思うよ。だってさ、おかしいやん話的に。ということで、綺麗なコスモスに囲まれながら今日も一日過ごしていました。よかったら皆さんチャンネル登録してね。バイバイ。山口彩希でした。コスモス。庭先で一つ咳をする。Yeah.